皆さんこんばんは、今ご紹介に預かりました蝶野舞と申します。今日皆さんなんか何を話すか聞いてなくて申し込まれたってお伺いしてるんですけど、今日何の話か分かんないのに来ていただいたってすごいことだなと思います。皆さん与沢さんのファンって感じですかね。与沢塾の方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、ほとんど与沢塾の方ですね。はい、私のことご存じない方多いと思うんですけれども、自己紹介から始めようと思ったら無駄な話一切なしでノウハウだけって今言われちゃったんで、自己紹介ちょっとだけさせてください。私、大学卒業してからずっと予備校の講師を、数学を教えてました。予備校で高校生にで、予備校の講師をしながらするときに、なんで予備校講師したかっていうと、朝が弱いんですよ、低血圧で。で、普通に就職できなくて、ちょっともう社会不適合で就職できないんで、夜の仕事しかないなってことで、当時ちょっと派手な外見もしてたんで、水商売とかもいっぱい勧誘来て、水商売か予備校だなと思って、時給聞いたら水商売ってね、時給3000円なんですって。大したことないなと思って、で予備校聞いたら6000円って言うんですよ。で予備校講師になろうっていう、ちょっと単純な理由で時給が高かったっていうだけなんですけど、で予備校講師になったんですけど、で初めね6000円スタートなんですが、もう1日目からアンケート悪かったら翌日もう来なくていいよって、もう講座なくなっちゃうんですよ。すごいもう実力社会で、そこでちょっと磨かれまして、で最高時給ね3年後ぐらいに1万8000円まで行ったんですね。で結構月収200万ぐらいまでは稼いでたんですよ。で20代で月収200万で女性でってかなりいいと思うんですけど、普通に就職した子はもうね初任給20万とかでやってますから、かなりいいと思うんですけど、でもちょっとねやっぱりこれだけじゃダメだなと思って、いろいろ模索しながらしてる、人脈とか作りながら、なんかこう自分で起業したいなと思ってたら、いろいろ話もらいまして、で、カルチャーセンターの講師とかねの話もらってやってみたりとか、学習塾じゃ経営してみようとかってやってみたりとか、まああれこれあれこれやってたんですけど、結局やっぱり自分が行ってやるから時給の仕事なんですよね。で最高2500万まで年収行ってるんですけど、それ以上伸びないんですよ、どうしても。で私ずっと中学の時から億稼ぎたいと思ってたんで、これじゃダメだなと。で普通に就職してもダメ、時給が高い仕事で時給どんどん上げてっても上限やっぱり2500万、まあ3000万ぐらいまではピークで行ったことあるんですけど、年収3000万ピークで、それダメだなと思って。で年収3000万って取ったことある人いますか。あ、いますね。年収3000万って多分想像するより大したことないんですよ。結構ね税金が高いもんですから、手取り半分ぐらいになっちゃうんで、でちょっと贅沢してやっぱ稼いでるからおごってよみたいになるし、でおごってるとねなくなっちゃって、大したことないんですよ。でやっぱ億稼がなきゃダメだなと思って、いろいろ試行錯誤している時に、出会ったのがネットビジネスだったんですね。で、ネットビジネスは2006年からスタートしたんですけれども、ちょっと皆さん表情硬いんですけれども、ちょっと余談ですけどね、セミナーのね上手な聞き方、まずニコニコしてください。でうんうんうんってうなずいてください。であとはオーバーリアクション、とかでね、なんでそれやんなきゃいけないかっていうと、講師も人間なんで、みんながしらーっとして聞いてると、もう決められたノウハウだけ喋ってさっさと帰ろうって思っちゃうんですよ。でもふーって聞いてくれると、なんかノリノリになってきて、余計なノウハウまでいっぱい喋っちゃうんですよ。だからいっぱい聞き出そうと思ったらオーバーリアクションしてください。みんな暗いですよ今、もうちょっとねふーってやってくださいね、やってくださいねはい、やってください。ちょっと余談でした。でなんですけれども、そんな感じで2006年に、ネットビジネスの世界を知ったんですね。でアフィリエイトって言葉も知らないし、インフォプレーナーとか知らないし、セールスレターとか言われても、今皆さん知ってますよね、そういう言葉。知らない人いますか。これからネット始めるよって方いませんよね。皆さん与沢さんのファンですから、皆さんそのぐらいはもう知ってますよね。全然知らない状態だったんですよね。で、しかもね双子が2歳だったんですね、その時ね。あ、3歳かな、ちょっと忘れちゃったけど、2歳か3歳だったんですね。しかも一人心臓病で病院通ったりして、ちょっと大変だったんですけど、その時にネットビジネス出会って、あ、これだと思ったんですよ。皆さんも思ってここにいるわけですよね、これだと。
これ億稼げる仕事だって思いますよね、思ってますよね、大丈夫ですね、億稼げる仕事なんですよ。でやっと出会ったと、いっぱい試行錯誤していろんなもん探してきたけど、やっと出会った、これ億稼げる仕事だ、しかも双子育てながら家でできるって確信したんですよ。確信したのはいいんですけど、でも直感で確信しただけで何も分かってないんですよね。で私2006年の4月に、まあ、この世界知ったんですけど、4月にね、なんで知ったかっていうと、マグマグのメルマガがどういうわけだかいつ届いたんですよ。それまでメルマガなんかね、撮ったことなかったんですよね。でメルマガって知らなくて、私大学生の男の子が出してるメルマガだったんですけど、生徒さんからメール来たと思っちゃったんですよ、間違えて。だってメルマガなんて知らないから、ちょっと私覚えてないけどこの子きっと生徒だなと思って一生懸命返信したんですよ。そしたら向こうもわけわかんないけど返信来たから、とりあえず返信来てなんかやり取りしてて、でんなんかおかしいぞと思ったら、実はこれメルマガですよって言われて、え何メルマガってみたいな、そういう状態だったんですよ、2006年の4月に。そんな状態で知って、で私一番最初に、皆さんも多分ヨザー塾とか入られて勉強してると思うんですけど、じゃあこれでインターネットがあれば億稼げるぞと思ったんだけど、じゃあ具体的に何すればいいか分かんなかったんですね。でもなんか絶対できるはずだって思ったんです。でじゃあ何しようと思った時に、やっぱりこの業界で稼いでる人が誰なのかとか、どういう稼ぎ方があるのかとか、最初調査しないといけないですよね。皆さんもしたと思うんですよ。いろんな人の無料レポートを取ったり、いろんな人のプロダクトローンチに登録したり、したことが一回もない人いないですよね。まずそこから入りますよね。私もそこから入りました。登録したんですよ。そしたらもうメルマガがうわーってきちゃって、それ読むだけで1日かかっちゃって、そういう状態ですよね、皆さんもね、最初。でなんだこれって感じで、まあ、これ全部読んでたら時間なくなっちゃうから、ちょっと斜めに読んで重要そうな人だけピックアップしようと思って、でそれからいろんな人がこうアフィリエイトしてるわけですよ。いろんなもの売ってるわけですよ。で上手な人と下手な人がやっぱりいるじゃないですか。上手な人だけ残したんです。これ買いたいなって思う人のメルマガだけ残したんですね。で上手な人が売ってるやつを実際全部買ってみたんですよ。このこういう紹介で買ってるものの中身はどうなんだろう、セールスページに書いてあることと中身はどういうふうに違うんだろうって調査しようと思ったんです。これ4月です。全部でダーって買ってみて、だいたいね400万ぐらい使いました、市場調査に。でその時私予備校とかいろいろ稼いでたんでお金あったんですよね。だからつぎ込めたんですけど、まあそのお金がなければ無料レポートとかでやっていただいてもいいと思うんですけど、大体ねそのぐらいわーって見て斜めに読んでいくと、こうレベルの違いがあるなっていうのが分かってくるんですよ。であこれ以下のレベルの人のは見ても無駄っていうのが分かってくるんですよ。であ重要な人物はこの人とこの人とこの人だなみたいのが見えてくるんですね。で皆さん多分この世界で重要な人物さんだと思ってついてきてると思うんですけど、まあ、それ正解なんですけどね。そういう重要な発言してる人、それついていけば間違いない人っていうのが何人かいるわけですよ。であこの人とこの人とこの人だけマークしようみたいなのを4月中に、まあ、マークしてですね。でその中で買った商材の中にまずねとにかくブログとメルマガやんなきゃいけないんだなっていうのが分かったんですね。それいろいろ買ってって、だいたいみんな同じこと書いてあるじゃないですか。そんなにね得意なノウハウみたいなやつってないんですよ。みんな同じこと書いてあって、あとはもう自分なりにどう工夫していくかっていうことなんですけど、この中でメルマガやってない人、メルマガ持ってない人、あれ皆さんヨザー塾生じゃないんですか。あれヨザー塾でメルマガやってくださいって言われないですか。みんなちゃんとやってますか。ダメですよ、塾入っただけじゃやらないと。メルマガやってくださいね。ブログとメルマガね絶対必要なんですよ。で私がその4月に知って、じゃあこれその後ねどういうふうにして稼ぐようになったかっていう話これからするんですけれども、実はね4月にそれ知って始めて、6月にはねもう月収100万超えました。でね、8月には月収5000万になりました。
おーっていうとこですよここダメですよ、おーって言わなきゃそう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 、そういう反応してくださいね。で、5000万超えました。で、ちょっとありえないスピードなんですよこれって。で、与田さんもそうですよね、ありえないスピードで月収1億円になっていると。で、今日ね、ジョイントしている意味っていうのは、このありえないスピードで月収100万とかじゃないんですよ、何千万億っていうのをありえないスピードで実現しているっていうところに、私と与沢さんに、もちろん私与沢さんほどじゃないですけれども共通点があると。で、その共通点を皆さんにお話しするために今日上院としてセミナーしているわけなんですね。で、なんでね、私と、与沢さんもそうですけども、そんなに早く、私多分このネット業界で女性で一番稼いでると思うんですけど、2006年からずっと億稼ぎ続けて、もう7年目です。そういう人ってね、なかなかいないと思うんですね。で、なんでそんなに4ヶ月で億いっちゃって、で、しかもずっと稼ぎ続けられているのか、ポイントはもう2つしかないんですよ。ここから皆さんがやらなきゃいけないことです。2つしかありません。自己ブランディングとリスト取り、これだけなんです。結局与沢さんもそうですよね、すごいブランディングしてるの分かりますよね。ロールス買ったりフェラーリ買ったりって、すごいあれブランディングですよね結局ね。だけど私たちいきなりじゃあロールス買えるかっつったら真似できないじゃないですか。で、私は皆さんが真似できる方法でブランディングして4ヶ月目に月収5000万になったんですよ。だから参考になるんじゃないかなと思ってお話しさせていただくんですね。結局のところ、ブランディングとリスト取りと、で、それにプラスアルファスピード、これがあれば誰でも多く稼げるんです。誰でもです。だから今まだメルマガ出してないとかいう人はもうダメですよ。今日帰ったらすぐメルマガ申請しないとダメですよ。この世界ってスピード命なんですよ。もうね、ノロノロしてたら明日は世の中変わってると思ってください。今日のノウハウは明日通じないと思ってください。それぐらいの気持ちでやらないと、明日やろう、明後日やろうっていうと普通の人と同じ生活なんですよ。今日は疲れたからテレビ見ようみたいな、そういう人たちがみんなサラリーマンとして平均年収300万円台ですか、今そういう生活してるわけですよね。皆さんは億稼ごうと思ってここに来てるんですよね。億稼ごうと思ってる人、はい、全員手上がりましたね。と思ってここに来てるわけだから、明日やろうって思っちゃいけないんですよ。ダメですよ。で、私がじゃあね、4月からその8月に5000万いったんですけど、それまで何をしてきたか全部細かくこれから話していきますね。はい、まずその情報商材バーって買って、レベルがね、あんまり高くないなっていうのを感じました。なんでかっていうと、予備校で教えてたので、みんな多分素人、教えるってことしたことがない人が作ってるなっていう印象でした。で、私は数学のマニュアルとかも作ってたので、あ、そうかって、私がやれば一番になれるなって、その時ほくそ笑んだんですね。あ、これは勝てるなと4月ぐらいに一人で笑ってましたで、まず何しようとしたかっていうと、メルマガも分かんない状態なわけですから、勝てるなと思ったんだけど根拠ないんですよ。でもじゃあ何しようかなってマニュアル読んでんですよ。で、まず何したかっていうと、ブログを作りました。ブログ持ってない人いますね。ダメですよ、ブログ。今日帰ったらすぐブログアカウント取ってくださいね。アメブロでいいですか。大丈夫ですか。今3人ぐらいいましたけど、アメブロですよ。で、ブログ取ったんですね。で、その時はまだそんなにアメブロが今ほど主流じゃなかったんで、私はシーサーっていうので撮ったんですけど、でとりあえずよくわかんないブログってなんだろうと思って、何書けばいいかわかんないから、今日はホテルでランチしましたとか、スイーツビュッフェに行きましたとか、ケーキの写真いっぱい載せたりねして、よくわかんないからそうやってたんですね。で、今だったら Facebook アカウント取りますよね。 Facebook 持ってない人アカウント、あ、いますね。 Facebook もダメですよ、持ってないと。で、当時はまだなかったんです Facebook で。なんだっけ、ミクシー取ったんですね。
でミクシーもよく分かんないけど足跡ツールとか売っててなんか稼げるらしいぞってことでアカウント持ってなきゃいけないのかなと思ってとりあえず中見てみようと思ってミクシー取ったんですねっていうふうにやってで、まあ、メルマガやんなきゃいけないらしいと思って、まあ、メルマガをマグマグで申請したんですね。で、まあ、ここまではね皆さん多分やると思うんですよ。みんなやると思うんですね。でやってない人もいましたけどすぐできるところだと思うんですね。でその後です。この後の違いがスピード感の違いを生むんですよ。でこの後何したかっていうと私はそのさっき主要な人物誰なのか調査したって言ったじゃないですか。で商材とかもわーって買いまくったからいろいろもう購入者なわけですよ。で当時の主流としてはメールサポート3ヶ月とかついてたんですね。つまりメールする権利があるんですよその販売者に。で販売者って絶対メルマガ持ってるんですよ。で告知力があるんですよ。で私購入者ですと。で これ素晴らしい教材ありがとうございますって、まあ、一応言ってで一応言ってね。で大変参考になりました。で私も早速メルマガを出したので相互紹介をお願いしたいんですけどってお願いしまくってね。でやっぱりねここでね日本人ってこんな有名な人にこんなこと頼んだら悪いんじゃないかとか思っちゃうんですよね。で頼まない人多いんですよ。で頼まないとどうなるかっていうとメルマガ読者増えないんですよ。メルマガ読者増えないといつまで経っても稼げないんですよ。だから利用できるものは全て利用する。ただし礼儀はわきまえないといけないので相手が喜んでやってくれるようなオファーをかけなきゃいけないんですよ。でその喜んでやってくれるようなオファーっていうのはやっぱり相手が出しているもの例えば相手のメルマガをちゃんとね1週間とかじっくり読んで昨日のメルマガすごい良かったですすごい勉強になりましたありがとうございます私はそういうメルマガ書けるようになりたいんです紹介してくださいって言ったら絶対紹介してくれますよね。だけど私も今結構もう媒体も10万とか持ってるので紹介してくださいっていっぱい来るんですけど私のこと何にも知りもしないでメルマガ読んでもいないでただコピペみたいな文章送られてくることあるんですよ。絶対紹介しないですよ。もうで自分の自慢ばっかしてるんですよ。自分はこんな実績があってこんな商材出しててこんな成約率で紹介したら稼げますよぐらいな上からなんですよ。そんなの来たってバカじゃないのって思うだけでしょ。絶対紹介しませんよね。でもねそれね間違いでやっちゃうんですみんな。ダメなんですよ下手に出ないと。本当にね相手に対する尊敬がないメールっていうのいっぱい来るんですけど絶対無視されますから自分が逆だったらって考えてみてくださいね。でそれねいっぱい買ったから紹介お願いしたんですけどだじゃあ買ってない人はどうするかっていうと買ってなくてもいいんですよ。買いましたっていうとそれだけちょっと紹介してもらえる確率が上がるだけなのでメルマガいつも読んでますとこういうところに共感しましたっていうのをちゃんと感想で書いて送るんですよ。私はそのあこの人とこの人有力なんだな文章うまいな力があるなと思った人のメルマガはしばらく全部取ってちゃんと読んでました。で相手がなんでそれ出してるのかなって考えるんですね。相手がなんでそれ出してるのかなって例えば自慢したいなと思って出してるのかなんか売りたいなと思って出してるのかで相手がこうしたいなと思ってる要望を叶えてあげたら絶対相手って喜ぶんですよね。ここを褒められたいなと思ってこれ書いてるんだなと思ったらちゃんとそこ突っ込んであげるんですよ。そして喜んでくれるんですよ。これを売りたいなと思ってんだなと思ったらね買うんですよ。買ってあげるんですよ。でもうすごい紹介が素晴らしかったんで思わず買っちゃいましたよって言ってあげたら喜ぶんですよ。で喜んだその喜んでもらったすかさずその時にお願い事をするんです。すごいなんか姑息なこと言ってるみたいですけどこれね王道なんですよ。こういうやり方していくからこそすごいスピードで結果出すことができるんです。もしくはこういうやり方しないんだったらお金つぎ込むしかないんですよ。お金つぎ込むか労力をかけるかどっちかしかないんですね。皆さんお金いっぱい持ってますか？3000万持ってますか？持ってませんよね。
持ってる人がいたとしても3000万広告費につぎ込むとかできないですよね、やらないですよね。そうしたらもう体使うしかないんです、労力を使うしかないんです。だ最初の3ヶ月は寝ないぐらいの気持ちで、1秒たりとも寝ないぞぐらいの気持ちで労力を使う。そういうふうにするからこそ、労力かお金かどっちか使うからこそ最速で成功できるわけですね。でそうやってメルマガ読者のメルマガを持ってる人にお願いして紹介してもらうっていうのをやったら無料で読者集まるんですよ。そうですよね。で私は、マグマグを申請したのが5月でした。で2週間でなんか マグマグって2週間で一番読者が集まった人をなんかランキングで紹介してくれるやつがあるんですよね。でそれ あのランキングに乗ってマグマグのなんかメルマガでこの2週間でいっぱい読者集まった人のメルマガをみたいな紹介されて、そこでまた1000とかわって増えたんです。だからね、最初の2週間が勝負なんですよ。そこで申請して、 あと明日やろうって言ったら読者3とかでね、ずーっといっちゃうわけですよ。でもうそうやってずーっと放置して1年とか経っちゃったりするともう増やせないんですね。最初が肝心なんです。もう登録したその日にお願いしまくるみたいな。であとはもうありったけ知ってるだろうっていう人にお願いしまくって、もうダメだこれ以上いないってなったら、もう知らない人に今度はお願いするんですよ。知らないメルマガどん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 取るんです。部数が大きいやつ、部数が大きくて、でたくさんね、部数が10万とかあるようなねメルマガの人は広告を受けてますから、お金払わないと紹介しないですね、大体。だからそれよりもちょっと下のその1万未満ぐらい、5000から1万ぐらいの読者がいるメルマガを狙って、でフレンドリーな文章を書いてる人、大体こう過去のメルマガって見えるんですよ。知ってますよね。マグマグのサイト行くと最新のメルマガが載ってます。わーって調べてフレンドリーなメルマガ書いてる人にメール書くんですよ。で あたかもずっと読んでたかのように、何回かバックナンバー読んで、もうずっと読んでたかのようにすごいためになりましたと。でこの人はきっとこういうことを言いたいんだろうなっていうのが分かったら、そこに共感しましたっていうメール出すんですよ。で大体ね、その相手がこうすると喜んでくれるだろうっていう読みが外れていなければ8割方紹介してくれます。ちょっとトンチンカンな人がいてね、全然外れてたらダメですよ。もしねお願いして全然紹介してくれなかったら、自分の読み間違ってると思ってください。相手が何を求めてるかっていうのは、これからネットビジネスじゃなくてもお金を稼ぐ上で絶対必要なスキルなんですね。相手が何を求めてるか、どうして欲しいのか、これが分かればお金って稼げるんですよ。なんでかっていうと、人はやっぱり自分の要望を叶えてくれる人が好きですよね。そうじゃないですか。こうしたいなと思ってる時に隣ですっとそうしてくれる人がいたら、ほろっと行かないですか。それと一緒なんですよね。そしたらその人の言うこと聞いちゃいますよね。ビジネスもそれと一緒なんですよ。これからアフィリエイトで販売していくと思うんですけども、販売していく時も一緒なんですよ。お客さんがこうしてほしいと思っていることをいち早く察知して、でこうしてほしいんでしょって言ってあげると、なんでわかったんですかって言われるんですよね。この能力磨くことが重要なんです。自分がこうなんです、自分はこういうふうにしてきました、こんな実績があるんです、一切言わなくていいです。今ねブランディングの話してますって言ってるのに、自分のこと一切言わなくていいですって、なんかおかしいなと思ってるかと思うんですけど、一切言わなくていいんです。相手のことを知って知って知って褒めたたえる、これを続けてるだけでいいんです。それだけで売れるようになるんです。で最初のね、ブログやってメルマガやって読者を2週間でバッと増やして、ちょっといくつ増えたか忘れちゃったんですけど、2週間で1000以上増えたら多分そのランキングに乗るっていう
ような感じだったと思うので、1500とか増えたんじゃないかと思うんですけど、でそこまでいったらもう読者いるわけですから、この読者さんたちの言葉に心に、ね、響くようなことを発信してあげないといけないんですね。メルマガの読者が増えたら、今度はそのせっかく興味持って登録してくれたわけですから、その人たちがなんだつまんないって言って解除されちゃったら困るわけですから、その人たちにガツンとやらなきゃいけないわけですね、このインパクトのある文章を。でここで初めて自分のブランディングをしなきゃいけないっていう、そういう状態になるわけです。で私の場合はどうしたかっていうと、やっぱりブランディングっていうとキャラが立ってないとダメなんですよね。普通のそこら辺にいるどうでもいいヘノヘノモヘジの人は覚えてもらえないんですよ。なんか何でもいいんです、なんだあの人っていうような、なんかこの人と違う何かを演出しなきゃいけないんですね。それがブランディングの一番最初にやるべきことで、私の場合は名前ね、それまで本名でやってたんですけど、読者がこうわーって増えた時に、あ、ちょっとこのままじゃ覚えてもらえないなと思ったので、名前を蝶の舞に変えました。本当は私高島美里っていう名前なんですけど、蝶の舞っていう名前にインパクトちょっとありますよね。なんかふざけた名前、なんだこいつっていうような感じしますよね。でどっちかっていうとすごくいい人ブランディングをするよりも悪役の方が立つんですよ。叩かれるようなキャラ設定、わかります？みんないい人になりたがるし、叩かれるの嫌いでしょ？なんか文句言われたくないですよね。でも奇抜なことしたら絶対叩かれるんですけど、叩くと同時にすごい支援してくれる人も現れるんですよ。普通のことしてると普通のファンしかできないし、そういう人たちってコアなファンにはならないですね。すぐ消えてっちゃう。だけどちょっと叩かれるぐらい奇抜なことしてください。そうすると、それを叩かれているのを見て、手を差し伸べてくれる、こうなんかかばってくれる人たちっていうのが絶対現れるんですよ。だから全員に好かれようと思わないことなんです。ブランディングの第一歩は、全員に好かれようと思わないことです。私なんかも2ちゃんでもパート4ぐらいまで叩かれてますけどね。気にしちゃダメなんですよ。2ちゃんで叩かれたら1人前ですから。で、2ちゃんで叩かれないうちはまだ、やり方足りないんです、頑張りが足りないんです。2ちゃんにスレッド立ったら、おお俺もやったなっていうふうに思ってくださいね。でそのためにはね、ちょっと奇抜なことしなきゃいけないんですよね。で私の場合は何やったかっていうと、与沢さんみたいに財力ないですから、ヘリコプター買ったりとかできないですよね。フェラーリ買ったりできないですよね。でしかも双子育児中の主婦だし、で主婦が月収100万円とか言ったら普通ですよね。いっぱいいますよね、今で言うとね。当時はあんまり月収100万円いなかったんですけど、月収100万円だとスーパーアフィリエーターとか言われてたんですけどね。まあその2006年の当時はそんなだったんですけど、まあ今だったら月収100万円の人なんてゴロゴロいるじゃないですか。だから月収100万円を歌っても全然ブランディングにならない。で、じゃあどうしようかなと。で、名前をちょっとインパクトあるのにしたけど、名前だけではどうにもならないですよね。じゃあみんなね、あなたのために役に立つ情報をお届けしますっていうメルマガばっかりだったから、じゃあ私はちょっと命令系でいこうかなと思いまして、あんたたちやんなさい、これ今すぐやんないと知らないわよみたいな、そういうブランディングしようと思ってね、そういう口調でメルマガ出し始めたんですよ。女王様キャラと。で別に登録してくれなくても全然構わないわよと。でも知らないと困るのはあなたでしょみたいな、そういうふうにしたんですよ。絶対叩かれると思うでしょ。もう案の定叩かれたんですよね。だけど叩く人がいるってことは話題になるんですよ。ブログとかで、なんだあいつ生意気な女のくせに、叩かれたんですよね。そうすると誰だろうその人って知らなかった人が興味持ってくれるんですよ。すっごいいい人ブランディングする場合はガンジーぐらいすごくならないとなかなか無理なんですよね。でもね、人の悪口ってみんな言いたいんですよね。叩けるところは叩きたいわけですよ。だからちょっと生意気なことするとすぐ叩いてくれるんですよね。そうするとね、話題になってわーって
で、なんだろうこの人って、しかもあの有名なあの人がメルマガで紹介してる、これはきっとただものじゃないに違いないって勝手に思ってくれるんですよね。そうなんですよ、全然ただものの主婦だったんですけどね、そうやって思ってもらうことに成功したんです。名前のインパクトとメルマガの2、そのキャラ設定ですね、上から目線でいくと、もともと違うんですよ私、別にそんな威張った性格じゃないんですよ、本当ですよ、すごくいい人なんですけどねなんですけど、まあ、ブランディングの一環として、じゃあそういうふうにいこうというふうに決めたわけです。で、それやってて、で次にじゃあ何したかっていうと、ただ叩かれてるだけだったら叩かれて終わっちゃうんですよ。でそれじゃダメなんですね。まず叩かれて話題をさらって、誰のそのブログでも誰のメルマガでも、なんか知らないけど蝶の前っていうやつが出てきたよと、なんだこいつと、で全部すごい稼いでるらしいっていうような話題を彷彿したら、そこですかさず何をしなきゃいけないかっていうと、ボンってノウハウをタダでどん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 出すんです。で私携帯のねアフィリエイトをコツコツ一人で勝手にやってたので、この世界知る前に携帯のアフィリエイトで稼ぐ方法をね、当時はね携帯のアフィリエイトってキャッシングとか出会い系しかねノウハウが出回ってなかったんですけど、私デコメとか着歌とかで稼いでたんですよ。だそのねノウハウをボンって出したんです。そしたら目新しいじゃないですか。でブランディングの一番重要なことって目新しいことなんですよ。もうすでに誰かがやってることを真似してやってもダメなんです。誰もやってないことを初めてやんなきゃいけないんです。で私は当時は女性で、自分の顔を写真で出してる人誰もいなかったんですね。まだインターネットって怖いっていうような時代だったんで、みんなアバターだったんです。でそこで自分の顔をボンって出しました。で顔を出して蝶の舞って名前で、蝶生意気なメルマガ出して、まあ叩かれて、まあ子供殺してやるみたいな脅迫状来たりとかもしたんですけど、まあやってみればみたいな感じで、受けて立つわよぐらいの感じで対応してたんですけど、でそこでただ生意気なやつじゃなくて、すごいノウハウ持ってんのよ、知りたくないならいいけどねみたいな感じで期待感を持たせると。でそれがね、例えば皆さんが今始めたばっかりで何のノウハウも持ってなかったとしても、すっごい初心者の人から見たらブログの解説方法も分かんないわけですよ。メルマガの解説方法も分かんないわけですよ。これから始める人、私みたいにね4月の段階ではメルマガを普通の人からのメールだと思って返信しちゃうぐらい分かんない人がいっぱいいるわけですよ。そういう人から見たら皆さんはもう一歩上ですよね。ブログも分かってるし、メルマガだってやり方分かってるし、セールスレターって言葉も知ってるし、プロダクトローンチって言葉も知ってますよね。知らない人いないですよね。知ってますよね。でみんないろいろ知ってるわけですよ。でその情報って全然知らない人から見たらすごい情報なんですよ。でいろいろなところで無料レポートとかで寄せ集めたいっぱいの知識を自分流に直して、一個のね対策に、ノウハウの対策にして作り変えてあげればいいんですよ。別にこれはもうあるからとか、このノウハウは新しくないよなと思っても、見え方が新しければいいんですね。見え方がなんか新しいものに違いないって見えればいいだけなんですよ。蓋開いてみて同じだったかどうかなんて、そこまでみんな分かるんです。なんでかっていうと初心者だから。で皆さんは多分与沢塾の方だからメルマガアフィリエーターになろうとしてると思うんですけど、メルマガアフィリエーターで一番重要なのがやっぱりそのブランディングとリスト取りですけれども、そのノウハウをねどういうふうに見せていくか、で相手が何を欲しがっているのか、さっき言いましたよね、相手がどうして欲しいのか知る能力が大事なんだよって。だそのちょっと最初に集まった読者さんたちに問いかけをするんですよ。あなたは何が知りたいんですか、何でも私が教えてあげます、何でも知ってますよって。いいんですよ、何も知らなくても、何でも知ってます、教えてあげます。だってね、聞かれてから調べればいいんだもん。みんな調べるってことできないんですよ。
初心者の人ってどうやって調べていいか分かんないんです。だから調べるってことを代わりにしてあげればいいだけなんです。何でも聞いてくださいって。で私その時にもう手取り足取り教えます。何でも聞いてください。どんなこと知りたいですかってやったんですよ。で携帯アフィリエイトでデコメで稼げるからもうやり方すべて教えます。メルマガで教えるから絶対見逃さないように全部見てくださいねって言って、今日はじゃあこれやってください、この無料スペースの ID を取ってくださいみたいな感じでメルマガで教えてったんですね。そしたら口コミでわーって読者増えたんですよ。でそれをやった時にね、無料スペースって分かります？携帯サイトやったことない人分かんないと思うんですけど、ブログみたいなものです、携帯用の。でそれのアカウント取るなんて今皆さんが聞いたら誰でも知ってるようなノウハウでも何でもないよと思うでしょ？思うんだけど初心者の人は思わないんですよ。それのやり方を教えてくれたって思うんですよ。で分かんない、ここが分かんないんですって言われたら丁寧に教えてあげるんですよ。あ、ここはこうやるんですよって。で、普段上からでこう偉そうにしてるけど、聞いたら優しく教えてくれたって、みんな感動してくれるんです。このギャップを作る。ギャップを作りやすいのがブランディングのその悪役でいくのがいい点なんですよ。いい人で言ったらいい人で当たり前になっちゃうんで、なかなかギャップを作れないんですね。で人の心ってすぐ慣れちゃうんですよ。慣れちゃうとどんなにやってあげてもこの人やってくれて当たり前になっちゃうんですよ。夫婦とかもそうですよね。奥さんがもうどんなに尽くしてくれてももう奥さんだから当たり前だよって思ってる男性多いじゃないですか。あれと同じになっちゃうんで、やっぱメリハリつけなきゃいけないんですよね。恋愛と一緒なんです。押したり引いたりしなきゃいけないんです。でメルマガできつい口調で言うんだけど時々優しいことをすると、そうするとそのメリハリに喜んでくれるんですよ。みんな飽きずに読んでくれるんですね。でメルマガっていかに飽きさせないで読ませるかじゃないですか。でね、みんな勘違いしてるのはものすごい情報を毎回毎回流さないと読んでもらえなくなるんじゃないかと思ってる方が多いんですね。そうじゃないんですよ。でみんなね勉強するの大嫌いだからエンターテイナーであればいいわけです。ノウハウは時々入ってればいいんですよ。あとは面白ければいいんです。そうですよね。なんかずっとすごい難しいもう貴重なノウハウなんだけどうわーって長くて難しいことが毎回送られてきたら後でいいやってなんないですか？なりますよね。これを、まあ、面白い話とか日常の話とか織り交ぜて時々ノウハウ入れてあげたら、まあ、娯楽のテレビ番組見てるのと一緒で、あ、また来たって流し読みするじゃないですか。とりあえず流し読みでもいいから毎回開封してくれるようにするっていうのがメルマガにおけるブランディングなんです。でそのためにやりやすいのがちょっと悪役なキャラ設定をして時々優しくするっていうことです。であとはね、自分の写真とか出してない人がいると思うんですけど、やっぱり顔が見えると全然信頼度って変わるんですよね。で最近流行ってるのは男なんだけどすごい美女の写真使ってたりとかっていうネカマみたいな流行ってるんですけど、あれはねバレバレですね。だってそんな普通の人であんなモデルみたいな綺麗なわけないし、そのこうおっぱい麦湯みたいなね写真出すわけないじゃないですか普通の人で。だからあれはバレバレなんで、やっぱり自分が誠実にやってるよって、悪役キャラは作るんだけれども根底に誠実にやってますよと、ちゃんとやってますよ、この人信用できるんだなと思わせるためにはやっぱり写真ってすごい重要なんですね。写真がねうさんくさかったりとか、まあ、ちょっとスナップ写真みたいなものよりかはちゃんと綺麗にバシッと撮った方がいいです。でバシッと撮っても別にその写真館でね撮ってこなくてもいいんですけど、ちょっと写真館で撮った風にね自宅の後ろが白い壁でちょっと照明が綺麗なところで撮っていただければいいと思うんですけど、服装とかもブランディングの一部なんですよね。で、どういうブランディングするかによるんですけど、ものすごいマイホームパパで普段子育てばっかりしてるけどガツンと稼いでるぞみたいなギャップでもいいわけですよ。
そしたらもう帰ってスーツバシッっていうよりスウェットで子供抱っこしている写真の方がブランディングになるわけですよね。だからどういうキャラ設定で行くかっていうのを自分で決めないといけない。でそれは一回決めたら絶対変えちゃいけないわけじゃないんですよ。やってみて反応が悪かったら変えちゃえばいいんですよ。別にねもう一回やっちゃったからもうダメだっていう人いるんですけど、そんなにみんな見てないし覚えてないし、そんなにあなたのことばっかり注目してないんですよ。みんなね、あそんな人いたなで忘れていくから、一回やって失敗だったらやり直せばいいです。だから気軽にちょっとキャラ設定してね、じゃあ、AV 男優で行こうみたいなとかね、いろいろあると思うんですけど、でも嘘ダメなんですね。嘘ダメなんですよ。やっぱり根底に本当のことがないとダメなんですよ。脚色はいいんですよ、大きく膨らますのはいいんです。でも全部嘘はダメなんですよ。わかりますか？でもう何にもブランディングする方法がないと、普通のごく普通のサラリーマンで、ごく普通の家族が子供が2人で団地に住んでいて、年収500万の普通のサラリーマンなんだけど、何にもないんだけどっていう質問もねよく受けるんですけど、でもね何かあるはずなんですよ、人と違う何か。聞いて聞いて聞いていくと、昔ね囲碁で優勝したことがあるんですよとか、なんかその人の特質みたいのがねあるはずなんですよ。そういうところを前面に出してブランディングすると、わかりますか？で写真ちゃんと載せてでやっていくと。で名前もね、本名がいいですけど、 Facebook とかありますか、本名がいいですけど、別に本名じゃなくてもいいです。私も本名でやってないです。蝶の舞って本名ですかってよく聞かれますけど、どう考えたって本名じゃないですよね本名ですかって聞かないでくださいよって感じなんですけど、でねここまでねブランディングしちゃうと何が起こるかっていうと、いろんなねパーティーとかセミナーとかに行った時に、すごい有名なね、例えばクリス岡崎さんとかあって、本名の名刺高島ですって出すと、あどうもどうもふんって感じなんですけど、後からなんで蝶野さんだったの言ってくださいよ、もう蝶野さんって書いてないか分かんないじゃないですかって言われるんですよ。つまり蝶野舞って名前は知れ渡ってるわけですね。高島美里は誰も知らないけど、でブランディングするってそういうことなんですよね。もし私が高島美里として普通にね、ごく普通にノウハウ通り、じゃあブログ作ってメルマガ作って売りましょうってやってたら、今ここに立ってないですよね。蝶野舞だから立てたわけですよ。蝶野舞だからみんな知ってたわけですよ。蝶野舞だから頼んだらやってくれるわけですよ。そこまで作るのにたった3ヶ月4ヶ月でいけるわけです。皆さん今始めてどれぐらいか分かんないですけど、半年以上やってる方いますか？ちょっと半年以上ネットビジネスやってる方、ちょっとしかいないですね。みんなじゃあ始めたばっかりですね。じゃあ今日から3ヶ月後にはブランディングできますね。はい。この一人一人がね、みんなどんなキャラになるかすごい楽しみに待ってますので、必ず今日すぐに考えてどんなキャラにするか考えて、楽しいですよ、どんなキャラでいくかなって。で無理があるとやっぱり苦しくなっちゃうので、自分の中にやっぱり誰でもね多重人格というか、いろんな人格持ってると思うんですよ。すっごいおとなしい人でも暴れん坊の時もあるし、すごい優しい人でも意地悪の時もあるし、いろんな人格持ってると思うので、その中に持ってる一つの人格をブランディングで表に出すと思ってください。そういうふうにするとやりやすいんですよ。私も普段こんなね命令口調の別に女王様キャラじゃないんですよ、全然。なんだけどそういう部分っていうのが根底に少しねあるわけですよ。そういうふうにしたいなっていう願望みたいのが多分皆さんもなんかあると思うんですね。そういうの、そういうのを普段例えば奥さんに頭上がらなくって、もうわーって言われて、はいごめんなさいとか言ってるのだけど、もう亭主関白とかガツンとやりたいんだよ本当はって思ってたら、それをもうメルマガでそのキャラでいけばいいんですよ。すっごいストレス解消になりますから、もういいんですよ。現実はどうでも、現実はどうでも、もう俺は亭主関白だと、嫁にそんな文句は言わせないぞみたいなメールマガ出して、で女性に叩かれると。叩かれますよそれやったら。だけど叩かれるからこそ話題に上っていいわけですよ。で本当は優しいんだよっていうところをたまに見せてあげればいい。奥さんの誕生日にこっそりプレゼント買ってあげましたみたいのをメールマガのどっかにちょろっと書いておけばいい。
そしたら、あ、この人本当は優しいんだなって、叩いてた人もファンになってくれますっていう風にしてキャラ設定していくんですよね。今ここまで聞いて自分はこういうキャラでやろうってイメージ湧いている人、手を挙げてください。あ、すごいですね。半分ぐらい、半分ぐらいいますね。あのね、セミナーって成功する人と成功しない人の違いって、聞いてる時に聞いて書き留めて覚えてっていう人はなかなか成功できないんですよ。聞いてるそばから自分に置き換えていく人が成功できる人なんです。だから今言ってることを、じゃあ自分だったらどうするかなってその場で考えてください。今ここでその場でね、あ、そうか、蝶の舞っていう名前がいいんだったら自分はどういう名前にしようかな、じゃあ山田太郎にしてみるかなとか、そういうことをずっと考えながら聞くんです。そういう人ってね、すぐ成功します。なんでかっていうと、そのだけのスピード感があるってことなんですよね。聞いて帰って後で考えてやろうじゃないんです。その場で聞いたらすぐ考えるんです。次の話が出る前にもう決めとくんです。じゃあこれでいこうって、で書き留めとくんです。